的はソ連軍に捕らえられたムジャーヒドの救出回収。場所はラマーハーテ宮殿の廃墟だ。ここには多くの捕虜が収容されている。民間人、ゲリラ兵、その疑いがかけられたもの。現地はまるでソ連軍のブラックサイトだ。ただし回収を依頼されたターゲットはその中のただ一人、仲間からマラクと呼ばれる捕虜だ。依頼してきたのはターゲットの父親、いや正確には父親の遺言だ。ここで死んだらあいつの餌になるかもな。用心することだ。
Câte zimate și curările pără la vine. Te de cea realigere. Thank you.
震の時は体毛が硬くなったものだが、触っても害はないだろう。よしよし。